映像制作プロダクションをやってます。もともと私自身がチームのオフライン編集っていうのをやってまして、エッチなゲーム、エッチなゲームこれよくないな、この新しい道を作ってあげないと、色のレッドじゃないんですか、頼りになりたいですね、はい、それでは元気で愉快な社長さん、今日のゲストはこの方です。拍手。はい、どうもこんにちは。今日からちょっとスタジオがね、はい、すごく明るい雰囲気なんですけども、照明も2つ入ってね、結構男前に映ってますよ。ありがとうございます。そんな宣伝していただいて、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。レッドアートで映像制作というですね、はい、映像制作プロダクションをやってます松戸源氏と申します。はい、まさに今言っていただいたようにですね、ここのオフィス、ここのオフィスがですね、あ、ここの社長さんですか。そうです、どうりでいっぱいもらってそうなんです、ここでやらせていただいてまして、はい、ここをベースにあれですね、コマーシャルとかですね、あと結婚式の映像とか、そういった映像関係のコンテンツを制作したりとか、まあ、はい、ここを使って撮影、こんな形でしたりとかっていう仕事をしてますね。ここはブラックじゃないじゃん、ブルーにして、はい、クロマキーっていう、クロマキー合成という、まあ、これは今白なんですけど、はい、ここをグリーンのものに変えてですね、リアルタイムに合成するクロマキー合成っていうのがあるんですけど、ね、まあ、そういった撮影もしながら、例えばここでこれやってるのが後ろハワイの映画映るとか、ああ、もちろんそうですね、ハワイの世界各地どこでも映れますし、はい、はい、ここにこう会社のロゴとかこうやって多分入ってやったら、編集で映るんですね、きっと。じゃあこの辺で今こう映ってるはずなんですけど、そんなしたら編集の人に本当にやらなかった、そんなこともできるっていうことで、あ、そういうこともできるんですか、はい、そういうやってます、ね、あ、なるほどね、はい、じゃあ結婚式のが主なんですか。一応ですね、メインはもともと私自身がその CM のオフライン編集っていうものをやってまして、うん、何でしょう、まあ、難しいんですけど、はい、下地を作る仕事をやったんですけど、そこの作業をやってる時に、まあ、何か他のものを探さなきゃいけないなってことで、うん、結婚式のビデオを始めたので、今同時進行で2本動いてるって形ですよね、はい、別事業で CM の制作と結婚式の映像制作っていう形でやってます、はい。僕もね、はい、生前葬を取ってもらったんですよ、ここの会社に。あ、そうですね、はい、そうですね、塚本というも、あ、塚本さんという、はい、今取ってもらってるんですけども、はい、はい、やっていただいて、こっちでカメラあったら映したいんですけどね。あ、そうですね、向けたいぐらいですよね。はい、じゃあ社長になったきっかけは、きっかけなのか分かんないんですけど、はい、まあ、さっきも言ったように、もともとコマーシャルの編集やってまして、オフライン編集っていうのがあるんですけど、何かっていうと、なんでしょうね、完成する前の段階でいろんな素材を使って、こんな形にしたいですねっていうのを、まあ、クライアントさんに見せる、その下地をまず作って、まあ、不完全なもの、はい、不完全なものなんですけど、これで OK ですかっていうものを作る仕事だったんですよ。でその仕事っていうのは、ノンリニア編集って言いまして、何でしょう、パソコンを使って編集するんですけど、十数年前にようやく始まった仕事でして、うん、このジャンルの仕事ってなかったんですよ。そうでしょうね。そうなんですよ。なのでそれが始まった時に、うん、まあ、みんなこう飛びついて始めるわけじゃないですか、うん、でそれから私5年ぐらい仕事やったんですけど、うん、まあ、5年後に、まあ、チーフやり、スーパーバイザーやり、うん、ってやってきた時にふと気づいたのが、将来性が一切ないんですよ、ね、あ、そうなんですか。要は先輩と言われる方たちがいなくて、うん、結局その方たち何やってるかって言ったら、まあ、30代40代で、まあ、過酷な仕事なんで辞められて、うん、で別の仕事をやるのか、うん、まあ、運が良ければ管理職になって、まあ、編集から離れて別の仕事をやるかの2択しかなかったんですよ、うん、でなった時に、まあ、おかしいんじゃないかっていうことで、じゃあ、まあ、何かその先輩じゃないですけど、新しい道を作ってあげないと、後輩たちがもう要は結局迷うんじゃないかって、結局みんな同じ道になってしまうんで、うん、なんで新しいことを始めようってことでまず辞めたのがきっかけですね、うん、なので、まあ、新しい会社じゃないんですけど、 CM をやりながら、まあ、ブライダルもやってみようってことで新しく立ち上げて、うん、こんな方法もありますよ、新しい道です。ほうほう。じゃあ今まで失敗したこととかあります？失敗したこと、まあ、そう、結婚式のビデオを撮る時でもいいし失敗はいろいろあるんですけども、リアルタイムの話なんで、うん、まあ、ここで話すと心が痛くなるようなこといっぱいあるんですけどそうですね、まあ、そうですね、あんま言えないですね。あ、そうですか。じゃあ後で終わってから教えてください。そうですね、はい、じゃあ成功したことは、成功したこと、うん、そうですね、昔まあ、結構中学校の頃だったんですけど、パソコンが
まだ流行ってない頃、うん、あの頃にインターネットがまだ世の中に出回ってない頃ですか、うん、その時にあのパソコン通信っていうのがあって、うん、あの草の根 BBS っていうのがあったんですよ。多分ご存知の方いらっしゃらないかもしれないんですけど、うん、あのインターネットとは違ってそれぞれのパソコン同士を電話でつなげて通信をし合う、うん、っていうものがあった時代にもう自分が参加していたんですね。それにそれで、コミュニティを作ってまして、あの草の根 BBS のホスト局っていうのをやってたんですよ。で中学校の時だったんですけど、まあ、会員数があの100とか200いってちょっと誇れ立派なもんですね。そうなんですよ。っていうのがあったのがきっかけで、うん、今のその編集っていうのをパソコンでやろうっていうのの、うん、とこに結びついたので、やっぱそういうのも始めたのがやっぱ成功の始まりかなと勝手には思って。だって当時ってパソコンも少なかった時代ですか。少なかったです。パソコン自体を知らない人も多いし、知らない人多かったですね。高いしね。そうなんですよ。だからその当時はもう本当にパソコンオタクだったって言われたんで、もう必ずそっちの方に進むだろうって言われた時にあえて映像の道にこう方向転換をしたので、もうなるほど。僕ね、ワープロをずっとやってたんですよ、はい、ワープロやってて、うちの嫁にそのワープロやったって何の意味もないよってなくなったんですよね。そうですね。ワープロも2004年になくなったんですよ。あ、早かったですもんね。一番最初はね、はい、160万だったんですよ、ワープロ。そう、東芝が出したんです。確かに。これオンエアいつか分からないですけど、今日がワープロ記念日なんです。そうなんですか。僕の今日 の, あの、Facebook 見てください。今日は何の日かなと思って調べたらワープロ記念日で160万で、日本語ワープロになったのがそれから何年か後で、それで、98万で出したけどほとんど売れなかったとか言ってたね。最初はだってこんなんでしょ。つくやかね。でも大きいって聞きますもんね。むちゃくちゃになってるから。で文字打つだけなんですよね。文字打つとそんだけなんですよ、ね、配信しないんですね。それをそういうことをやってたんですね。やってたんです。だからもう本当にあのワープロ検定っていうのも実は持ってて当時暑かった時に取ったんで、うん、ワープロ検定の準2級っていう結構のこう級を持ってるんですけど、まあ使い物にならないですね。ね、当時打つだけなんで。いや一緒ですよ。僕もデザインやってて、昔僕は字で書くんですよね。あ、文字自分で書くんですよ。今やったらこうパソコンで所定とか打ったらポンと出てくるでしょ。一字書いてたんです。それが今は何の役にも立たない。けど手書きの文字って心があるけど僕ら一生懸命やったもんは何やったのかなっていうのがありますよね、はい、じゃあもしこの仕事やっていなかったら、仕事やっていなかったら、うん、こういうところで話すことじゃないのかもしれないんですけど、うん、まあ、そのパソコン昔やった時 の, あの流れがあって、うんうん、まあ、あの少年時代だったので、うん、あのちょっとエッチなゲーム、エッチなゲームやるじゃないですか、うん、やります。で自宅でよくやってたんですけど、うん、それやってる時にふと思ったのが、あのああいったゲームってちょっと何でしょうね、先入観でやるとただエッチなだけで終わるんですけど、うん、実はすごく作り込まれてるんです。そうでしょうね。そうなんです。あの皆さんわからないんですけど、ストーリーもしっかりしてますし、ちゃんと中身もありますし、うん、じゃないきゃ売れない、うん、だからこそ売れてるんですけど、うん、っていうのに気づいて、これはもうそういう会社に就職しよう、うん、っていうことで、まあ、あの某有名会社とかにこういろいろ探したんですけどね、うん、そのなんでしょうね、行く勇気がなかっただけで行けなかったんですけど、だからもしかしたらそういったクリエイティブ職、どっちにしろものを作るのが好きだったので、うん、そっちの方に行ってた可能性はあります。あ、なるほど。そしたらまあこういったところにいないかもしれないですけど、表舞台じゃ将来の夢は、夢はなんかどういうふうにやっていきたいとか、あのさっきの話にリンクするかもしれないんですけど、あのやっぱり今やってたその CM のオフラインっていう作業をやってるメンバーが、あの将来困らない、あのこういった道があるんだっていうのを発見できるような道を作りたいです。そうですね。じゃないとやっぱりパイオニアね。パイオニアになりたいですね。あのやっぱりそうじゃないですか。なんかファッションやってる方はお店を出すとかでいろいろなんか道が多分あるんですよ、誰かが作ってるので。でも僕らって本当にCM やって、あの編集して、それから先一番上まで行ったとしても次がないので、うん、まあ、辞めるのか独立するのかであれば、うん、もうなんか例えばこう結婚式っても道作ってしまうとか、うん、もしくはこうなんでしょうね、編集を伝える教室を開けるんだよっていう前例を作っちゃえば、うん、まあみんな結構ハッピーになれるんじゃないかな、うん、すごいですね。いやもう悩んであげる。でもそういうのあります。いや僕らはもうええ年してるからね、そういうのあるけど、まだ若いでしょ。いくつですか。まだ33なんですけど、ただこの業界の引退はもう30代なんですよ。早いですね。早いんですよ。スポーツ選手みたいですね。ああ、そうなんですよ。だからスポーツ選手のようなことになると一番いいですよね。あのスポーツジムに勤務先ができるとか、そういった前例が作れれば、こうエディターをやっていたらどっかの例えば老人ホームのおじいさんの相手をできるとか、何か絡める
道がスポーツ選手だったらね、あの教えたり解説やったり、そうなんですよ、そういうのあるけど、解説ない、何解説何を解説、これをこうしてこっちの方がいいよっていう、実践しかないもんね、そう教えるのはね、技術とか